お聞きの放送は SBS 日,日本語放送のホームページ、SBS.com.au スラスジャパニーズへどうぞオーストラリアの失業率は現在4.1%と低い水準にありますが、就職は売り手市場というわけではありません39歳のブオール・コールさんはシドニーにある店舗で警備員として働いています。 コールさんは2003年18歳の時にオーストラリアに来ました専門分野の仕事を見つけ働ければ良いなと思っていますクォールさんでしたコールさんは2016年にウェスタンシドニー大学でビジネスと商業を専攻し修士号を取得しましたそれから8年が経ちますがまだ専門知識を活かせる仕事に就けていません 面接まで行けたことは一度もありません。応募したのは合わせて73件です。クオールさんでした。クオールさんは自分の就職活動がうまくいかない理由の一つは、自分にコネクションがないことがあると考えています。ほとんどの人は働きながら資格を取っています。ですからビジネスの場でちょっとしたコネクションを持っています。 求人の大半は家族や友人、持っているコネクションから伝わります。そして資格がまだなくてもその仕事に就け、そこからキャリアを開拓し、学びに行くことができるのです。クォールさんでした。オーストラリアには今、南スーダンからの移民が1万2000人以上暮らしています。そして2021年のセンサスによると、南スーダンからの移民が占める リンカ語を話すコミュニティの失業率は7.8%と国内全体の水準と比べて2倍近くとなり失業率が最も高いコミュニティの一つとなっていますジェームズ・アコールさんは2006年難民としてオーストラリアに来ましたそしてその後シドニーのマッコーリー大学で人事を専攻しましたしかし今でも建設作業員として働いています 自分が取得した学位を全面に出して本当に多くの仕事に応募しました携帯電話でインタビューし採用が決まっても実際に私に会うとちょっと待ってくれまた電話すると言われる羽目になりますアコ,ールさんでしたアコールさんが SBS エグザミンズに語ったところによるとアコールさんは電話であるチャリティー団体での人事部での仕事をオファーされました 携帯電話での電話インタビューをしました私の英語は十分によく勤務の開始日まで決まりました彼らが言うには契約書はテーブルに置いておくので出社したときにそれにサインし業務が始まるとのことでしたアコールさんでしたしかし契約書に直接サインをしにオフィスに出向くと状況が変わりました その日にオフィスに出向きましたが彼らは私を見ると君はアフリカのバックグラウンドがあると言いましたこれが問題の一つですそしてオファーされた仕事はその内容が変わり別の人に決まったと言われました建設作業員の仕事を今もしているのはそのためですアコールさんでしたアコールさんは自分が得たはずの仕事は人種差別を理由に取り消されたのだと考えていますアコールさんによると 雇用主はアコールさんがアフリカのバックグラウンドを持つと知った途端態度を大きく変えたといいます SBS エグザミンズはこのチャリティー団体に連絡しましたがコメントを得られませんでしたディーキン大学のディーキンインシチュート t シ t e ンシップグローバリゼーションで研究員を務めるアマニュエル・エライアス博士はこのようなケースで見られる人種差別でオーストラリア経済が受けるコストを算出しようとしています 多様なバックグラウンドを持つ人が経験する人種差別全体がもたらすコストはその経済的な影響は GDP の3.7%に相当する可能性がありますエライアス博士でした人種差別によって生じるコストは経済的なものだけではありません心身の健康にも大きな影響を与えます 人種差別の対象となった人は高いレベルでの鬱や不安 PTSD や他の心理的な障害を経験することがありますエライアス博士でしたリーキンインシティチュートオブシチズン出版のグローバリゼーションでアソシエイトリサーチフェローを務めるエイブラハム・コール氏は オーストラリアに住む南スーダンコミュニティは紛争の地からやってきたという点である特定の課題に直面していると語りますこれらの課題はオーストラリアの文化や文化の規範にそれほど関連しているとは思いませんが文化的なグループやそれぞれの移民としての経験に関連づいていると思います。 社会に溶け込むのに時間がかかり、社会的なネットワークを構築するのに時間がかかり、ソーシャルキャピタルを築くのに時間がかかるため、結果的に経済的な資本を築くのも遅くなります。このような状況が彼らの雇用機会を妨げるようなことがあります。クオール・アソシエイト・リサーチフェローでした。クオール氏はさらに、オーストラリアは南スーダンコミュニティをサポートできると続けます。 オーストラリアのビジネス、ビジネスオーナー、そしてこのポッドキャストを聴いているアッパー・ミドルクラスの人たちには、南スーダンコミュニティ、そしてアフリカのコミュニティに対して貢献できる、支援できることがあります。アフリカの人たちが求めているのは、チャンスを与えられること、公平に扱われることだと思います。 ですから雇用主の方にお願いしたいのは、アフリカの人からの応募書類を見るときにはよく考えてほしいということです。オーストラリアのフェアゴーの機会を彼らに与え、実際の仕事ぶりを見てほしいと思います。その活躍に驚くはずです。クール・アソシエイト・リサーチフェローでした。SBS ディンカのオーガスティーノ・ダットと、SBS エグザミンズのフェルナンド・バイブスのストーリーを、SBS 日本語放送の平林純子がお伝えしました。 もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。